というわけで今日は、このね八幡公園の真ん前にあるラーメン屋さん、ラーメンというか麺とか100円ラーメン、ちょっと今日はねここに行ってみようかな。ラーメン醤油豚骨味噌ですね。いただきます。これラーメンっていけるんですかね。できますよ。豚骨ラーメンで、はい、200円です。はい、前払いですね。はい、ありがとうございます。お弁当とか100円。弁当は100円、200円。ああ。お弁当ね。あ、はいはい。飲み物ってないですよね。もう。飲み物はその自動販売機ですね。あ、持ち込みでいいですか。はい、いいです。あ、わかりました。はい。はい、ありがとうございます。よかった。あ、はい。ありがとうございます。よし。
すいません、すいません、すいません、あれ、あれ、あれ、いない、置いていけみたいな、マツケイかな、これ、はい、というわけでお疲れ様でした。今日はね、こんな感じでちょっと200円ラーメンを紹介させていただいたんですが、醤油、豚骨、味噌かな、あと塩、この4つがね、あるということで、まあそのクオリティっていうのは、まあその値段に相当だと思うんですけど、興味ある方はね、ぜひ行ってみてください。というわけでね、この四角公園の前にあるラーメン屋さん、最後は店員さんでいなくなったんですけど、そしたらいいのかなと思うんですけど、まあ前払いとかも自由にね、帰っている、そういうことなんだと思います。はい、というわけで、また視聴よろしくお願いします。それではまた。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。